皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、ゼルダの伝説ブレスト・オブ・ザ・ワイルド実況プレイのパート40やっていきたいと思います。雷の真珠バ・ナボリス、攻略の続きでございます。ロードするとここからになっちゃうんだまあ やっていきましょう。制御端末を、残り4つ探していきます。どっから行ってもかな。とりあえずこれ全部上に向けなきゃならないか。待てよ。ちょっと進まわしてみようか。宝箱がね、あるんですよね。反対側か。どう行く？あ、いや、これからか。さあ、ルール破りの。よし。王家の弓。あれはいらないかな。で、制御端末は？この内側にあるよな。いた。やべ。関係ねえ。よし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 。残りの制御端末はあと3個。頑張っとくれ。オッケー。なんかこの真上にもあるな。あとはあっちの顔の方って言っていいんですか？イーバルトリノと先に解放しててよかったよ。さて、あ、反対側にあるというわけではない。どうだろう。なんか電気伝わるケーブルみたいなのがあるからな。とりあえずこれを全部上に向けちゃおうかな。待て。
どういう状況になってる？あそこにまだ宝箱あるな。まあいいや。エレベーターみたいになった。なるほど。残りの制御端末はあと2個。焦らずにね。はいよ。あの辺にもあるんだな。どっから入るんだあれ。いた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 。あー中にある。どこから入ればいいのかな。さすがにもリキバルトルネードも使えないしね。内部からどうやってか行くしかないか。もしかしたら おこちゃんもね。あ、回ってる回ってる。出れんのかこれ。よし。部屋があるようにも思えないんだけどな。
砂跡どこだ？さて、どうしたもんか。シーバルトルネードいつでも OK だ。頼もしい。よし、お、結構受けもね、ご利用しできるもんね、これね。あんま良くねえかでも。さて、で、あれ、ここってこうなったっけ。とりあえずこれを間違えた。こうでこうでこうで一番伸ばしとくんだけど、ゆっくり引っ張って。全然上がれないけど、ああ、端があるんじゃん。なんだ。いや、あると言っても。ん？これはなんか意味あんのかな。これでなんか変わってるか見てみよう。分からん。ただまあ電気がどっかに伝わってんだよね。そっか、わかった。適当にずらしといて、くっつけて、こっち側に移動をしてから、1,2,3 と。これでどうでしょう。もうちょいだな。起きた。ほい。あ。投げろ。ほい。オッケー。よし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 。はい。もうちょっとか。どれくらい？あら？ガーディアンがいた。ここは何をしたらいいんでしょうか。
と。おう、この下は何って注文ち。よし、あ、やばいやばいやばい、あ、ごめんね、ちょっと危ねえ。ここどこ、あー上のとこか、尻のコブの、はいはい、でも見た感じ今来るとこじゃなさそうですね。待って、リーバル取れるとかやばね、全然一緒で渡れるんですけど、まあいいさ。海じゃねえ、どけ、上に行っちゃった。さてとりあえず制御端末、よしよし、残りの制御端末はあと1個、もう少しだよ。あとはあの中、真ん中のあたりにあるやつ、これをどうやって置いていくのか、目ん玉は、えい、あら、よいしょ、入る、さて、ん、名前かけねえか、内側になんかいんな、うーん、ってちょっと上の方に上がっていってみましょうかね。よし、もっとできるよね。で戻ってきたけれど、よっ、無理しない方がいい。あ、なんかあるじゃん、こいつか、持っていいよね、よしよし、パートションがビリッとかってたらね、まるで。さて、こいつをどこへ持っていくのか。いっちゃえ。これを、おお、上来た。これをどっかに設置するような場所が
あればいいんですけど。違う気がする。違うよね。反対側に行った方がいいのかな。電気が通りそうな仕組みになってないもんな。まずそこをこうにかして開けないと。エレベーター早う。あそこなんかねえか。ちょっと、とりあえずね、一回こっち行ってみよう。あ、途中にもある。なるほど。きっと多分大事なやつ。きっと多分って。こんだけ自信がないのでね。あそこのとこが開くにはなんか必要なのかな。開けない。回んねえし。よし。なんか絶対おかしいことしてる気がすんな。よし。よし。あ、でも、いいんじゃね？あ、つか、こっち側空いてるし。あれ？空いてる？あれ？まあいいや。溶けたから。やったー。あれ？なんかわかんないうちにいつの間にか溶けてた？俺がひねくれたことするまでもなく。これで全部だ。メイン制御装置を立ち上げられるようになったよ。オッケー。マップをよく見るんだ。新しく光っている大きな印があるはずだよ。そこへ向かうんだ。オッケー。けどさ、油断すんじゃないよ。来るんだな、任しとけ。さあ、でかい反応がこの下の階のぐるぐる回るところですね。で、待ち受けていますね。やってやろうじゃない。マスターソード使おうかなとも思うんですけど、今現状ね、ほらせっかく古代兵装あるからね、使ってみよう。このセットにして、これとこれですね。でもこれで攻撃力が上がるはず。で、なんなら、力極上山菜焼きあるからね。これも食べて速攻で倒してみよう。
ボロクソにしてやるぜ。多分全部動かす意味はなかった。あの辺の宝箱いいや。よっしゃ。さあ、ここのボスはどんな戦闘をね、盛り上げてくれるのか楽しみだな。さあ、かかってこい、ファースガノン。剣と盾、神獣バナボリスに救う雷のカースガノン。気をつけな、そいつはガノンが作った化け物だ。100年前、私は手も足も出せずやられちまった。でもさ、あんたはこんなところで終わるわけにはいかない。そうだろ。さあ勝負。動きは早い。おお、早い。よしよしよし。むしろあの誰かにごめん。なるほど。よし。くっ、避けてやる。きた。あら、さあ後半戦だ。雷。そうか、ちょっとこっからは雷耐性を上げていこう。だってか力3成績や食ってねえや。しびれダメージ減少。ああ、そういう感じ。はい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 。おいた。あぶね。これあれか、上の方に行ったの方がいいか。ほい。ままならねえ。操作がままならねえ。よっしゃ。あ、そこに来る。いって。攻撃が激しい。うわ。おお。おお、強い。初めて苦戦していますね、ボス。大丈夫かい？ああ。くっ、避けれない。早いのか。来た。くらえ。
あ、待って、写真撮ってねえ。よし。やるじゃないか。おっしゃ。止めたー。いや、一番面白いこいつ。いや、まあ、戦ってて楽しいのやっぱ一番はライネルかな。早くあいつのあの白銀のライネルと戦ってみたい。よし。オッケー。待って、ではメイン制御装置起動。さすがだね。おかげで私の魂も奴から解放されて、このナボリスも取り戻せたよ。これでやっと自分の仕事を果たせるってもんだ。あんたの助けになるっていう仕事をね。ウルボザ、え、高いね。あんたがハイラル城で厄災と戦う時を楽しみにしてるよ。この神獣と一緒にガノンをぶちのめしてやれるんだから。ああ、贈り物があるんだよ。私の力、ウルボザの怒りを受け取っておくれ。きっとあんたの役に立つよ。いや、ある意味一番楽しみなやつ。いいねえ。私らのことで、あんたもおひいさまも苦しんだんだろうけどね。こうなるしかなかったんだよ。あんたらのせいじゃない。だから、あの子に伝えておくれ。もう気に病むんじゃないよって。それから、胸を張っていいんだって。おひいさまを頼んだよ。ああ、ついでにこのハイラルもね。最後の神獣もこれで取り戻せましたね。
ナボール、神話に謳われるゲルド族の賢者。そのゆかりの名をいただいたあんたも立派なゲルドだよ。そうだろ、ナボリス。100年前、私らはあっさりと奴にやられちまったけど、もう負けるわけにはいかない。厄災ガノン、とぎ話によればあいつも元はゲルド族だ。だから私もあんたも全力で奴に立ち向かう。それがゲルドの意地ってもんだろ。金すげえな。しっかりガノンを捕らえていておくれ。リンクが奴と戦うとき、すごい一発を食らわせてやろうじゃないか。あとは任しとけ。今からその瞬間が楽しみだよ。俺も楽しみだよ。俺が一番楽しみだよ。ねえ。やっぱ神獣の名前っていうのは時のオカリナとかに出てきたね、賢者たちの名前ってやっぱちなんでるものがあるのかな。あ、ルーダニアだってあれダルニアでしょ。英傑ウルボザの怒り。英傑ウルボザの怒りが宿った加護の力、周囲に強力な雷を落とすことができる。なるほど。お、リンク。はいはい、リンク聞こえてるよ。ありがとう。あなたのおかげで全ての神獣と英傑たちの魂が解放されました。そうだね。彼らは待っているでしょう。あなたがハイラル城でガノンと戦う時を。そして私も待っています。よし。でこれやると指パッチでならないね。じゃあこれで、おお、あ、攻撃範囲かなり広いと見た。この一帯にいる敵全部攻撃しちゃう感じ。へい、おお、いいね。あ、そりゃそうか。よし。いや。では、今回はここまでにしておきたいと思います。さあ、すべての神獣も解放して残すところ、ガノンドルフじゃねえや、ガノンドルフじゃねえ、うん、ガノンとの決戦があるのみですね。ただね、うつしえの記憶について、まあ、一応全部集めたっていうことのインパイの報告も済んでませんし、まだいろいろとね、回ってみたいところとか、見てみたいところがあるので、まあ、すぐにね、ラスボスガノンに挑むのではなく、次回からまたちょこちょことね、いろんなところの探索に行ってみたいなと思います。一応まあ、ホコラも残り16個、どこかにね、あるみたいですし、まあ多分、ホコラチャレンジとかそういったこともね、いろいろと隠れていると思いますので、まあさすがにちょっとコロガ集めまでは全部はできませんが、可能な限りね、このゲームを隅々まで遊んでいってみたいなと思っております。はい。では、ゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワイルド、実況プレイのパート40、最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまで見てくれな。